昨日、うちの会社の若い新人の社員と話しているときに、音声認識というのに僕が興味あるという話をしていたら、音声認識には、条件付き確率っていうのが使われているのをご存知ですかっていう話を聞きまして、彼は情報系の出身で、そういうこともあり、そういうアルゴリズム系の話は興味があったらしく、残念ながら私は読んでる本っていうのはいくつかあったんですけども、その確率論的な細かい話とか難しいことは一切注意して読んでなかったので、そんなものが使われてるっていうのは記憶になく、なんか一応確率的に統計的に処理してるっていうことだけは知っているんですけども、まあその中で条件付き確率っていうのがあって、なんで条件付き確率を使うのかなっていうイメージで言うと、条件付き確率っていうのをそもそもその言葉は高校生で習ってるんですけども、あるいは大学への数学とかの雑誌読んでると分かりやすく解説されたりするんですけど、普段、IC の設計や LSI の設計で条件付き確率っていうのは使う人はほとんどいないだろうと。でも、設計には使わないけど、設計ツール、検証ツール、回路とデザインが一致してるか、レイアウトした回路図と、ネットリスト、回路の記号の一覧が、デバイスと配線と一致してるのかというのをチェックするツールがあるんですけども、そういうツールを作る人はもうどの程度一致してるかを効率的に計算するときには、あるいはもしかしたらそのツールの確からしさを計算するときに確率論的に何かを求めて、信頼性評価をしてたりとかするかもしれませんが、そういうときに条件付き確率っていうのは彼らにはファミリアなのかもしれませんけども、設計者はあまり条件付き確率は考えない。で、いちいち何か起こるときに条件付き確率を考えたりするっていうことも、もしかしたら人によってはあるかもしれないですけど、高校で習った数学はそのように普段日常役立たないので、多分文系の元文系だった僕にしても、理系の人にしても条件付き確率っていうのは何って突然10年後、高校卒業してから10年後何年後か聞いた時に多分わからないということで、ここで条件付き確率っていうのをまず復習して、それがなんで音声認識の中に使うのかなっていうのを妄想してみたいかなと。確率ってう公開てしまうとダメで、エスタブリッシュの確率じゃなくてプロバビリティの、綴り書けないですね。プロバビリティって言って音声で言った時にこの綴りが出てくると嬉しいんですね。プロバビリティ、ここって効果 V かアテナでも V だったらプロバビリティで、プローブンっていうのがあって、それは確か B だったから V じゃなくて B で B の発音なので、プロバビリティで、ここを伸ばすかどうかとか、でもよくわかんない、 ER なのか E なのか R なのか AR なのかで、そういうのがもうプロバビリティって言ったらすぐに綴りがバッと出てくるのがあると僕なんかはとっても嬉しいんですね。で、そういう意味で音声認識辞書っていうのが欲しくて、音声認識は実はこの確率というのを英語で綴りを書くだけでも忘れちゃう部分っていうのを思い出したいと。で、自分でこれ V と B と V を発音していろいろやれば正しい時出てくるのがあればものすごい助かりますね。で、発音の練習にもなるんで、普段パソコン上で同じソフトの系列のものを使ってトレーニングして学習したアルゴリズムを学習させたデータというのを使って携帯機器の中にその CD な SD カードなり ROM を入れて、
フラッシュなりを入れてですね、それで、持ち歩いて、いつでも自分の発音ならば分かるようにしておいて、プロバビリティはじゃあどういう綴りかっていうのをすぐ分かるようにすると。でとっても便利だと思うんですね。でこれは英語の学習にも使えると。持ち運んだ自分用の音声認識辞書を持っているためにはやっぱり部屋で、まあ、ある程度英語を使いたい人っていうのは必死で部屋で練習したりするに決まっているので、自分のところでパソコンで練習すればいいと。で学習させたデータを取り込ませると。でそのいうようなものを考えるときには条件付き確率がどうもいるらしいという彼の言葉通り、条件付き確率ってなんだっていうのをちょっと、ね、ある参考書で問題だけ見てみてるんですけど、で大体白のと青に番号が123、赤に白玉に123って番号を振ってあって、赤に45って番号が振ってあって、で白である事象 A、数字が2で1である事象 B で、偶数である事象 C としたときに、それぞれの確率 PA、PB、PC としたら、まあ、例えば白な確率は5個のうち3個だから5分の3、1である確率は5分の1、偶数である確率は、5分の2、まあ、で思考はどんなのかって言ったら、こういう玉があって一つ取り出すということですけどね。ABC という事象は、5個の白玉と赤玉3個2個ずつを、このように白に123、赤に45って打ったやつを見ずに1個取り出したときに、それが白であるか1であるか偶数であるかの事象が ABC で、それぞれ PABC っていうのがこうだと。でその時に、条件付き確率っていうのは、例えば取った玉が白だと分かっている、ただしそれが何番か分かってなかったという時に、白だと分かっている、つまり取ってまだ番号が書いてある面を見てないと。取りました、あ白だと分かった、そのところ止めてって、じゃあ123書いといたけど、それは例えば1番である確率は何ですか、それが1である確率はって言ったら3分の1ですよね。もう取ったんだから白の中には123、3個書いてあって、そのうちの1つは3分の1です。P が白、すなわち C っていうことがもう分かってて、それでかつ B、 1だよっていう確率は3分の1っていう、こんな書き方をするということでしたね。C が怒ってるときに、あ、C じゃない、A、A が怒ってるときに B が怒る確率、PA、カッコ B。で、例えば白だと分かってて、この偶数だったら、白だと分かってて、偶数 C、PA、C は、を取ってみて、それが2である確率だから、1、2、3のうちの1つで3分の1。でこんな風にシンプルな場合は、白だと分かってて、それぞれ偶数だったか1だったかっていうのは出てくると。で、それが、条件付き確率なんですけども、それだけ考えているだけだったらちゃんと理解が深まらないので、その A、白でかつ偶数だと、白っていう事象があって、偶数っていう事象があって、その間のところが起こる確率っていうのは、A が起こったのと積の法則っていうのがあって、かけちゃってもいいよと。A が起こった確率、C が起こった確率、白の確率、偶数での確率、かけたときに、こういうふうな関係が成り立つ場合は、A と C の事象が、and のところは、交わりのところは、独立事象なのでかけてもいいと、それぞれの確率を。でそれが成り立たない場合が独立ではない従属した事象で、この独立と従属っていう、この時は独立事象、独立してればこうなんだけど、従属の時はこれはダメですと。
でそれはどうなるかというと PA が起こった上で C が起こる確率と A が起こる確率かけたものとか、C が起こってて A が起こる確率に、C が起こる確率をかけたものっていうふうに独立じゃなく従属な場合はこんな条件付き確率が出てくるっていうのを確かめてみましょう。例えば、時間なので次に